これも名前は超人気ゲーム実況者神金。幼馴染で同級生のゴリラと遊園地に遊びに行って、怪しげな取引現場を目撃した。取引を見るのに夢中になっていた俺は、背後から近づいてくるもう一人の仲間に気づかなかった。俺はその男に毒薬を飲まされ、目が覚めたら、クソゲーハンターになっていた。どうも、ミドランです。今回は、劇場版、名探偵コナン、ハロウィンの花嫁、公開記念で、名探偵コナン、スケボーラン、怪盗キッドと神秘の秘宝、をプレイしたいと思います。ちなみに、このゲームも、劇場版名探偵コナン根性のフィストの公開を記念して制作されたゲームでして、名探偵コナン初の任天堂、スイッチゲームです。発売時期も、2019年と、比較的新しいゲームです。それを踏まえた上で視聴していただきたい。で、国民的作品なので、もはや説明の必要はないと思うのですが、一応、名探偵コナンの内容をざっくりと説明すると、見た目は子供、頭脳は大人を自称している主人公の江戸川コナンという少年が、現実ではありえない頻度で発生する殺人事件を次々と解決していくお話です。たまに敵組織が現れて、本筋の話が少し進むんですけど、超低確率での出現となっておりますので、期待はできません。あと、主人公の江戸川コナンの正体が工藤新一という人がいますが、それは、デマであって真実ではありませんので、気をつけてください。全語りは、このくらいにして、早速プレイしたいと思います。ちなみに、オプションがありましたので、確認してみたところ、しっかり音量調整することができました。BGM の調整できるのは嬉しいですね。で、効果音の調整はできるんですけど、キャラクターボイスの調整はできないんでしょうか。わしだよ。なんだこのおっさん。このゲームにキャラクターボイスの音量調整がない理由を教えてやるぞい。教えてくれ。それはな、キャラボイスがコナンと怪盗キッドの二人にしか実装されてないんじゃよ。じゃあ、タイトル画面にいるこの二人にしか、キャラクターボイスはなくて、公式サイトに載ってるこの人たちは、一切喋らないってこと？本当に申し訳ない。ゲームスタート。はい、ゲームが始まりましたが、ご覧の通り紙芝居です。誰も喋りません。で、このゲームのストーリーなんですけど、かつて、三つのすごい文明が存在していたらしく、その文明ごとに伝説の秘宝とやらがあったみたいです。そして、その三つの秘宝は、現代に至るまで誰にも発見されることなく眠っていたそうですが、最近になって一気に三つ発見されたらしく。で、この秘宝三つすべてを、鈴木園子さんの一族である鈴木財閥が保有しているらしく、それをキャラクターボイスが実装されている怪盗キッドが盗みに行くという犯行予告が出ました。そして、その三大秘宝は鈴木財閥が管理しており、三大秘宝をモチーフにしたテーマパークを作って、そこに秘宝を展示するという計画だったそうです。キッドの犯行予告を知ったコナン君は戦闘態勢に入ります。でもお前の思い通りにはさせない。待ってろよ怪盗キッド。名探偵コナンと言ったら、タイトルに名探偵とあるので、ここから熱い頭脳戦、推理バトルが行われることでしょう。一体どんな事件が起きるって言うんだ。What the fuck? はい、コナン君がスケボーでテーマパーク内を走っています。なぜ？ちなみにこのゲーム全編スケボーです。スケボー以外のモード入るのでしょうか？ありません。が、探偵要素や推理要素もないのでしょうか？ありません。スケボー以外。ねえから。マジで、このゲームスケボー以外やりません。こういったスケボーで走る全30ステージを、コナン君と一緒に駆け抜けるゲームです。
コナン君の使うスケボーがハイスペックなのは有名な話ですけど、まさかこれだけのゲームを出すとは思わないんですね。これが内容がスケボーしかないと分かったところで、実際にプレイしてみてこのゲームがどうかって話なんですけど、見ての通りスケボーで走りながら障害物を避けたりコインを集めたりするゲームってだけで、プレイしていてかなりの退屈さを感じますが、ゲームとしては破綻はしていないためそこまでひどいってわけじゃないと思います。ただこのゲームのヤバいところが値段です。なんとそのお値段19,000円ではなく3500円です。高すぎる。いくぜ。はい、このゲームなんと3500円で発売されたんですね。キャラものだからといってもさすがに高すぎる。この内容で強気すぎる値段設定と言わざるを得ません。ちなみに今現在は2000円に値下げされて販売されていますが、それでも高いと思います。まず先ほども言いましたが、コナンのゲームなのに推理要素が一切なく、キャラボイスも少なく、スケボーで滑るだけという内容はあまりにも薄すぎる。で、このいちいちカットインが入る演出はキャラクタースキルですね。キャラごとに効果が違うのですが、その子の場合コインの数が倍になるって感じです。スケボーでせっかく走っているのにキャラスキルを使うたびにいちいちカットインが挟まって画面が止まってしまうので、テンポが悪くなってしまうため多少あるスピード感もなくなってしまいます。神出鬼没で大胆不敵な回転キット、ここに参上。3, 2, 1。はい、このゲームステージの途中で怪盗キッドが流ったらしいカットインとともに登場して、コナンを怪盗キッドステージに拉致してきます。今走ってるキッドステージがこのゲーム唯一のキッド要素です。その内容とは、日の輪をくぐったり、キッドのパネルがゆらゆらしてたり、びっくり箱があったりと、探偵推理要素のないこのゲームで頑張って怪盗キッド感を出そうとしているんでしょうけど、もはや子供でも喜ばんぞこんなのって感じです。なのでこのゲームの配信中に怪盗キッドファンが、こんなの怪盗キッドじゃない、怪盗キッズやとバカにしていたのが印象的でした。また会おうぜ名探偵。二度と会うか。ボケだ。Ladies and gentlemen、 さあショーの始まりだぜ。榊優也かなと。まあこのように結構な頻度で怪盗キッズに拉致されるので、テンポが悪いったらしゃあないんですよね。しかも後半のステージでガチられるほどめんどくさい内容のギミックが多いくせに、内容がほとんど変わらないので、プレイした人がいたらこのキッドステージはだるかったと思います。キッドの次はキャラクタースキルの紹介です。全部の紹介はめんどいのでかいつまんで紹介すると、こちらは大人気キャラのアムロさんのスキルで、効果はスケボーが浮いて落下しなくなります。えアムロさんって受けるの。アムロ感激。パロ。はい、このゲームは落下すると最初からやり直しなんで、アムロさんを過信しないようにしましょう。運相変わらずアムロさんの浮遊はシュールですけど、もっとヤバいのがあります。アガサ博士のスキルは時間停止ですね。9割が嘘と言われているときとめの某ビデオシリーズですが、選ばれし1割の使い手だというのか。それはさておき時止めの効果なんですけど、ステージ全体が止まるというよりタイマーが停止するという感じですね。時間制限のあるステージだと重宝します。こんな能力持ってるとか、こんなん黒幕ですやん。はい、時止めのおかげで無事ゴールしました。ちょうどコナン君が見やすいところで止めて、このゲームのさらなる問題点を述べようと思います。それは3500円で売り出しておいてグラフィックの質が悪すぎることです。任天堂の最新ハードであるスイッチでこの低たらく、そんなこと言われてもグラフィックの質なんてよくわからないという人がいると思います。
そんな人のために比較用のコナンくんがこちら。名探偵コナン。はい、こちらは15年前のゲームのコナンくんで、ゲームハードも2世代前の Wii です。このウルってレベルじゃねえぞ。同じフル HD 画質での比較なので条件は同じなのですが、15年前のゲームのグラフィックと同レベルなのはさすがに笑えないです。まあでもね、このゲームはスケボーゲームとしてそれなりに遊べますし、一応スケボーもコナン要素だし、そこまでやばいってわけじゃ。無料ゲームのテンプルランの方が面白いし完成度も高いですよ。いやでも無料とまではいかなかったけど、このゲームの値段3500円から2000円まで値引きされたし、2000円で映画見てきた方がいいよ。よし。はい、こちらがリザルト画面なんですけど、このゲーム一応ノルマみたいなのがありまして、各ステージに設定されている条件を満たすと星がもらえて、次のテーマパークに行くためにはこの星が一定以上必要なので、適当にゴールするだけじゃクリアできません。で、今回のステージでは星を3つも獲得できたという良い走りだったので、ここはランキングでも確認してみましょうかね。ん？私が2位なのはどうでもいいとして、まさかまさかのジンの兄貴が1位でした。ちなみにこのゲーム好き1でランキングが更新されるので、ジンの兄貴は映画が公開された当月にもやり込んでいたということになります。そんな兄貴とランキングで肩を並べることができるなんて光栄っす。しかし後半のステージとなると、かそりすぎて今月プレイした人が私一人しかいないステージもありました。なのでどんなスコアでも1位にランクインできたりします。悲しいなぁ。はい、最終ステージをクリアしました。そして三大秘宝をすべて回収することができましたとさ。真実はいつも一つ。ちょっと待って、そもそもテーマパーク内に展示されている三大秘宝をわざわざスケボーで走り回ってコナンくんが回収しないといけないんですか？あくまで怪盗キッドから守るという話ではないのか。スケボーでコナンがわざわざ展示されている秘宝を集めないといけない理由は最後まで語られることはありません。つまり小学生が違法しみたスケボーでテーマパークを走り回って世界レベルの秘宝を全て窃盗しているという流れで間違いないです。ここでコナンくんが俺に秘宝を集めさせて最後にまるっと奪おうってわけかとか言ってますけど、お前が先に集めた方がセキュリティ上の問題ありまくりなんだよ。ちなみにキッドさんはこれらの秘宝の中に自分が探している宝石が入っているかどうかを確認したかっただけで、コナンが三大秘宝を持ち出してさえしてくれればよかったそうです。なら自分で回収すればよかったじゃねえかとキッドに問うコナン。しかし大人が通ろうとすると地面が落ちたり建物が崩壊するような罠があったり、さすがにキッドでも秘宝の回収が不可能だと判断したため、罠が反応しないらしい子供のコナンに全て回収させたのでしたという話です。は？じゃあコナンがスケボーで秘宝を回収してなかったらキッドは罪だったってことじゃねえか。逃げろ！ま、暇つぶしにはなったけどな。はいどうも、クソ投稿者です。クリアしたんですけど、スタッフロールとか一切ありません。はい、しかもなんか公式サイトとか見てもその開発スタッフの名前とかもう何一つ書いてないので、なんだろう、もう本当に隠したいんだろうなっていう姿勢がはいビンビンに伝わってきました。まあプレイしてみての感想なんですけど、まあ、動画内でもね何度も言ってると思うんですけど、まあ、ゲーム単体として見ればまあ遊べるかなぐらいのクオリティだと思うんですけど、まあそのキャラゲーとしてもうかなりずさんな内容っていうのと、まあ、あとその値段に対してのねクオリティがあまりにも低すぎると言わざるを得ません。
そもそもね、スケボーだけっておかしいですからね。はい。本当に、なんか、ミニゲームとして、まあ、コナンのゲームに実装されてるんだったら、私もう、ガチでスケボーだけなんでね。はい。まあ、映画の宣伝のためにね、まあ、サクッとゲーム作って、スイッチで出そうぜ、みたいなことになって、まあ、こういった内容のゲームが発売されてしまったのではないかなと思ってしまいますよね。こんな内容だと。だから、まあ、3500円というね、もう高すぎる値段設定ではなく、もう本当に最初から1000円をちょっと割ってるぐらいの値段であれば、納得できた内容なんじゃないかなとは思うんですけど、いかんせんね、キャラものなんで、なんかその使用料とかなんか、いろいろかかるのか分かりませんけど、はい。まあそこら辺大人の事情がかなり複雑に絡み合った作品だなと思いました。ということでね、名探偵コナン、スケボーラン、怪盗キッドと神秘の秘宝の動画を終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。